こんにちは。今日はいよいよステップワゴン新型、私も今このプレミアムライン反射に来てますので見せていただいてるんですが、あいにくの豪雨ということでありまして、今回はまずこちらのインターフェースナビ、それからこちらのメーター周りのご紹介をしていきたいと思います。で、まあ、車乗り込んでいてプレミアムラインなんですけれども、やっぱりこのエアコンの吹き出し口からのこの送風口の匂い、これクリーンエアーっていうことなんですけど、すごくその辺を感じることができます。なんか今までのホンダの車とは少しこう違った高級感のある匂いで、こう乗ってみると RP 庫から全然車が変わったなっていう、同じプラットフォームを使ってるとは全く思えないような、まあ、そういった車に変わったなっていうことをすごく実感します。やっぱりこれはこれですごくいいなと。でノアボクシーは走るとすごくいい車なんですけど、まあ、見た目は確かに M クラスミニバン的な感じっていうのがあるんですけど、こっちは高級車に乗ってるなっていう感じがすごくあるし、こういった窓ガラスなんかもすごく開口面積が狭くなった。で、この部分、この輪郭の部分が高くなったなっていうのがすごく僕の中では感じます。だからこう囲われてる感じっていうのがまず乗って感じたところがあるし、プレミアムな感じっていうのは確かにあるなということで、ノアボクシーとは少しこう路線が違う車なのかなっていう感じがします。はい、ちょっと間置きが長くなりましたけれども、で、こちらのメーターなんですけども、かなりガラッと変わりました。もう一回エンジン、もう一回パワーボタン入れてみたいと思うんですけれども、ETC ユニットがセットアップできていません。こんな感じになります。で、これはもうアコードとかシビックとかと、まあ、同じようなディスプレイになっているかと思います。で、まずこちらが、これ今 ACC のボタンを押したんですけど、まあ、これもシビックと似たような感じになっています。で、このように車間の調整、それからステアリングの操舵、で、今回トラフィックジャムアシストということで、まあ、渋滞時でも操舵してくれる機能というのがつくようになったと。明るさ調整とか車両設定、運転支援モードシステムとかメーター設定、スマートキー設定、ライティング設定、ドア設定、パワーテールゲート設定、まあ、こういった設定というのができるようになってます。で、メーター自体はガラッとこう大きく何か変えられるのかなと思いきや、まあ、こっちはテレビなんですけど、左がテレビで右がファンクション、これ結構やりやすいです。トヨタの場合は逆だったりするんで、ちょっとこうやりにくさっていうのがあるんですけど、ホンダの場合は右が、こちらの右が運転支援系で、左が AV 機器系ということでちゃんと分かれているので、やりやすさという意味においてはやっぱホンダの方がやりやすいかなという気が私の中ではします。あ、こういう風にもできるんですね。この辺は多分シビックとかではなかったのかな、ちょっとうろ覚えになっちゃうんですけれども、まあやっぱりこう新型、まあいろいろ僕も言ってきましたけども、こうやって新型見ればやっぱりすごいいいなっていうのはやっぱり感じますね。で、こちらが二段シンプル、こういう感じになります。こっちも戻ると、こういう感じです。これが通常の表示。もう一回やってみたいと思います。メーターデザイン、この状態で、これ今2眼でバーで、2眼シンプル、こういう感じです。クルーズコントロールを押すとこういう感じになります。ここをこのように押すと、ここでパワフローメーターが見れたり、巡航可能距離や平均燃費が見れたり、シートリマインダーとか安全支援情報、明るさ設定、
まあ、こういったものが見れると。あと AV、こちらの方なんですけれども、こちらに関しては、まあ、こんな感じで、見ることができると。で、私の場合はどちらかというと、タコの方が、シンプルな方が、割と好きだったりしますんで、メーターデザインを変えたりは、ここで変えてあげれば、二眼に戻ると。こんな感じになります、はい、今度はナビなんですけども、まず気になったところは、このナビは下見ていただくと C と USB 両方なんで、これミラーリングがもしかしたらできないかもしれないです。 HDMI の端子を探したんですけども、それが今回ない。もしかしたらオプションであるかもしれないんですけれども、この車には HDMI の端子がついてないので、ちょっとミラーリングができないというのがあります。今 AV のオーディオの画面なんですけど、 DVD、ラジオ、テレビ、ミュージックトラック、SD カード、USB と、まあ、従来のファンクションなんですけど、まあ、この辺は見ることはできるんですけど、ホーム画面になるとこちらになってくるんですけど、まずナビの、カメラ、あ、こういう感じで、まあ、かなりいっぱい大きく映ります、ね、この辺はもう先代のステッパーゴンとも全く違った世界になってるかなと。もうこの映り方は特に変わらないんですけど、やっぱりこの画面がかなり大きくなってるので、ハードが変わったことによる影響っていうのはやっぱすごく大きいなと。で、これが前です。あとは従来通り、ここマルチビューカメラ、これもプレミアムラインの専用装備になってるみたいなんですけど、まあ、これも従来のステッパーゴンでもついている装備になっています。で、あとは PM2.5、まあ、このような形でナビ上でも見ることができる。どうなっているのか、今のこの車内の状況がどうなっているのかっていうのを見るためのものだと思います。で、車内 Wi-Fi、 これはまあノアボクでもついてますけれども、これ契約しないとつながらないものだと思います。ノアボクの場合は1000円ということなんですけども、ホンダの場合はいくらなのか。で、こちらアナログとデジタルと、時計の設定、メニューのカスタマイズ。で、このようなタッチのこの感度に関しても、やっぱり新しくなっているだけあって、かなりスムーズになっているっていうのが現状ですね。で、これが今ナビの状態です。すごくいいなと思うのは、従来私もずっとホンダの車乗ってるんで、やっぱり使い勝手としてはすごくいいなと。操作性、基本的にこの辺のファンクション変わらないので、使い勝手としてはすごくいいかなって思います。なので、初めて私もこれ使ってる、初めて私もこのナビ触るんですけれども、結構使いやすいというか、特に困らない。操作としては特に今困らない。操作性になってます。ジェスチャーで操作の開閉をする、こういうのもできるみたいです。まあ、こういう感じで開けるときはこのボタンを押してあげれば上にスライドしてくれる。で、 SD カードと、で、 DVD、 その辺があります。で、ここに HDMI って書いてあるので、やっぱり HDMI ってどこかでオプションでおそらく接続するようになるんじゃないかなとは思います。また次回、まあ、細かなところ分かりましたら、ご紹介をしていきたいなと思います。で、今度、リアモニターです。はい。で、こちら今、リアモニターですけど、まあ、やっぱりリアモニターもかなり、もう5年前のステッパーゴンとはもう全然比べ物にならないなと。やっぱりいいものを乗ってるなっていう感じっていうのは、まあ、正直ね、するところです。で、これは、ちょっと話しとれますけど、これは、シートヒーター、2列目のシートヒーター、プレミアムラインがついてます。
で、ノアボックと違うところは3段階でステッパーゴンの場合は設定ができるというところが違います。ノアボックはオンオフのみなんですけど、まあ、こういったところなんかはやっぱりステッパーゴンの方が一つ上手なところもあったりします。で、こちら、まあ、私もずっとホンダ車乗ってるんですけど、まあ、ホンダ車ってこういう感じで開閉してくれます。で、ノアボックスの場合は逆、前に閉まるという感じになってるんで、まあ、ちょっと方式は違うんですけども、やっぱりホンダ車に乗ってる、ホンダ車に慣れてる人はもうこの方が全然いいとは思いますし、ここ頭結構ぶつけやすいので、こういったディスプレイの破損とかも少なくて済むかなと思います。で、こちら見てみると、特に HDMI の接続ケーブルも、この前のやつなんかもそれもちろんついてなかったんですけど、初期モデルにはついてたんですけれども、まあ、そういったものもないので、おそらくオプションで HDMI 接続する場合というのは、まあ、ケーブルをつける必要っていうのがあるのかもしれないです。で、Bluetooth 接続したんで、まず気になるところというのは、こちらです。やっぱりワイヤレスで Apple CarPlay 接続っていうのはできないようになってるみたいです。なので、オッドキャストというのは結構このナビでも有効的になってくるかなと思います。オッドキャストもまた後ほどこのナビでも試してみようかなと思っています。あとは音がどんなもんなのかっていうのが少し気になるところかと思いますので、再生をしてみたいと思います。はい、今再生しました。この車も確か6スピーカーだったと思います。こちらとこちら、足元と、それからこちらのドア周りと、あとは右側になる。音としては特に悪いなっていう印象はないです。ただまあ、ギャザーズの純正ナビの音だなっていう感じっていうのは、現行のステッパーゴンに乗ってる私からすると、まあ正直似たようなところっていうのがあるかなという気がします。で、ちなみに今これ運転席なんですけど、今度リア席で見てみたいと思います。はい、今リア席なんですけど、やっぱりちょっと比べちゃいけないかもしれないんですけども、やっぱノアボクシーですと12スピーカーなんですね。で、この辺にもついてたりとかするんですけど、やっぱりここしかスピーカーがないから、この音場感っていうのがやっぱどちらかというと前にあるなっていう感じがします。正直なところ、後ろはどちらかというとあまりこう音が、音場感がいまいちちょっと欠けてるなっていうところがやっぱりあるんで、スピーカーはやっぱ純正で十分かというとちょっとそうでもないかなっていうところは正直あるところかなと思います。今回新たに予約ロックキットが付きましたのでご紹介します。で、予約ロックキットというのはのように、ドアが閉まりきる前にロックして、離れてもロックしてくれる。あ、ちょっと今回閉まらなかったんですけど、2つ持ってる。このように開けます。で、閉めます。閉めてる時にこうやってロックができます。で、離れても、はい、このように施錠してくれるというのが予約ロックキットなんですけども、新たに新型のステッパーゴンでも付きました。さらにです、後ろのハッチ、こちらも予約ロックということで、いちいち待ってる必要というのがないのでお見せします。
で、で施錠をします。はい、こんな形で勝手に閉まってくれるということで、この辺が大幅に進化した新型のステッパー号になっております。いろいろと内容が飛んでしまって申し訳ないんですけど、私もこの車初めて見る、一人でちょっと見る機会があったので、いろいろ見たいところがあるということなんですけども、でこれ今で、これパーキングの状態 でニュートラルで、リバースで、リバースになるとこうなります。で後方誤発進とかギアにもソナーがついています。で D モードにするとで B モードで、これで減速パドルで、こうしますと回生力が強まるというだけなので、今回スポーツモードっていうのが残念ながらつかなくなっているなというのがあります。でもしスポーツモードにしたかったら、ぽくしたかったら、このイーコンを切るっていうことをするしかないのかなという形になるかなと思います。あ、でもこの電子式のこれすごくいいです。接度感があって、こう結構深くなってるこのボタンが、だから結構使いやすいかもしれないです。慣れてしまえばこれは結構いいかもしれない。あともう一つ余談なんですけれども、こちらのシートヒーターも3段階で調整ができます。確か先端のやつは調整が2段だったかな。こちらも今回の新型、前もこのように3段階で調整ができる。これも結構いいかなと思います。はい、この辺のダイヤル操作感なんかもすごくいいです。こうしますと両方デュアルで調整ができるということで、うん、やっぱり確かに RP5 に比べると、もちろんその進化の度合いっていうのは、先進性とか新しい装備とかって考えると、まあノアボクシングはもちろんいいんですけど、でも僕思うんですけど、特にそんなの気にしなくて、やっぱホンダ車が好きだとか、ステップワゴンが好きとか、もうちょっとこう高級な車に乗りたいなっていう方、そういった雰囲気が欲しいよっていう方にとっては、まあ、ステップワゴンってすごくいいのかなってちょっと正直感じたところです。でこれ今新しく出たばっかりですけども、今度マイナーチェンジするとおそらくエンジン自体もシビックと同じ EHEV、直噴の EHEV のエンジンが乗るんだろうと思うんで、そうなった時にちょっと買い替えを考えようかなって、ちょっとね、正直ね、思ったところです。私も個人的に。まあ、あと走ってみて、で、今後、ちょっと午後走らせて、午後乗せてもらう機会っていうのがあるんで、ちょっと午後乗ってみて、まあ、このステッパーゴン、まあ、どの辺が走りの上では、どの辺が進化してるのかっていうのをお伝えできればなと思います。はい、ってことで、今回はこちらの新型ステッパーゴンの、まずはインターフェース、メーター周り、それからこちらのナビについてのご紹介ということで、ファーストインプレッションをさせていただきました。当チャンネルでは、車およびカー用品のレビューを行っておりますので、ぜひ興味のある方はご覧になってみてください。また最後になりますが、チャンネル登録、高評価をいただけますと、今後の動画運営の励みになりますので、ぜひよろしくお願いをいたします。それでは失礼をいたします。